うち条件は一つありますよね、はい、会社にお願いしてこいつを取ってくれ、この選手を取ってくれ。いやー、監督って大変ですね。あるんですよ。今度は監督ということですけども、うん、これは大変でした。ドラゴンズの監督、まあ、そうなる上で、うん、まあ、西本さんや上田さんやいろんな、うんうんうん、山田さんがイメージしてた監督像はどういう。いや、私は最初やる気なかった。はい、はい、なぜですか。いやいや、私はもう星野さんに呼ばれた人間だから、星野さんが監督を去るときは自分を去ると決めてたから、はいはい、そこから引き継ぐなんて一つも思ってないから、はいはい、である時に8月の15日お盆の時に広島行ったんですよ、はい、で千さんが例のごとく、山ちゃん昼ちょっと食べない一緒にって言って、うん、監督室待ってるわっていう話で、監督室、はい、島野さんって知ってるけど、はいはい、3人でいつも3人が一緒、はい、で食べてるうちに私と島野さんに、実は俺今年で身を引くつ、はい、そこにやっと島野さん、うん、そうですか、それもう決まったんですか、決めたんですか、もう決めた、あの人決めたらもう絶対ダメだな、うん、そうですか、つってじゃあ最後までまあ頑張りましょう、はい、とかって言ってサンドイッチかなんか食べてたんだ、はい、ところでな、次の監督問題もいろいろ考えなきゃいけない時期だよな、もうな、つって、はい、誰が、島ちゃんに、島ちゃん誰がいいと思う、つっているじゃないですか、とかって、はい、島ちゃん、島ちゃん、いるじゃないですか、監督も、それはもう監督も野球そのまま引き継いでくれる人いるじゃないですか、はい、うん、俺もそれがいいと思うんだけど、受けてくれるかどうかなんだよな、とそれは自分だと思ってないわけですよ、うん、聞いてて、はい、誰の男も、まあ、そうなんだ、こう自分の心の中にいる人はいるんだろうなと思いながら聞いてたら、はい、でところで山はお前やる気あるかっていう話なんで、はいはい、そこから始まったんですよ、へ、うん、で最初は全然全然あかんあかんあかんっていう話で、もうずーっと引っ張っていってた、うん、で何月ぐらいに、9月、8月15日の話で、それ9月の終わりぐらいかな、それ島野さんと星野さんがそういうふうに言ってたんですかね、分からない、言ってそうな気もしますね、その後にね、はい、私は島野さんでいいと思ってたのよ、はい、ヘッドコーチだし、はい、星野さん長いし、はい、で私はそれを助けるって、もう島野さんなら助けるって、はい、星野さんも島野さんもおそらく星野さんが辞めたら島野さん絶対辞めます、はい、うん、だからその、島ちゃん俺がこういうふうに言うからいるじゃないですかって言ってくれよっていうふうに、かも分からんね、ありえますよね、ありえるね、あの二人、ありえますね、うん、そうだそうだな、いや、ありえます、パンチいいとこ見て、いやいやいや、ありえます、あります、だから3人だったんだ、そうです、ありえます、うん、はい、それでまあずっと断ってたわけ、ね、うん、でそれでいきさつは、引き受けたいきさつっていうのは、はい、私はじゃあ星野さんは分かったと、そこまで僕を買ってくれれば僕やりましょう、そのうち条件は一つありますよね、はい、あなたはもう一回ドラゴンズでやり直しますよね、はい、もちろん、はい、俺はもう一回やる、はい、そのためにお前のバトンタッチだ、うーん、それが約束事だったんですよ、はいはいはい、じゃあ分かりました、それだったら今のチームより絶対いいチームにしてあなたにバトンタッチしますということで、これはなんか男と男のいいバトンタッチだなと思うでしょ、どっかの そうだったんですよ、だから星野さんはその時にもう名古屋に事務所を構えたんですよ、ビルの一角の、はい、名古屋も俺ここで3年間、はい、お前3年間っていう、そういう約束ごとでスタートしていった、スタートしていく予定だったんですよ、はい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 、それである時とてつもない事件が起きるわけですよ、はい、それは野村さんの退陣ですよ。はあ。サッチー問題ですよ。はあ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 。野村さんまだやるんだから、はい、阪神の監督。はい。そうでしょ？はい。ほんで、サッチーがああいうふうになって、野村さんが、はい、やめてくれって言われるわけですよ。はいはいはい。ほんで、野村さんが、その、阪神の、その、あれ、いろいろ、野村さんも、じゃあ、この責任を取って、私は、まあ、ここを去りますということになって、うん、野村さんは次、誰がいいと思いますかって、阪神に聞かれたら、はい、ここのチームを預けるのは星野さんしかいないだろうって、はい、で
そういうなったら そこまでは計算もしてないですもんね。それは誰も計算してない、それは分からん。なんかもう私もびっくりしたわけですよ。あそれは、まあ、だから私は星野さん受けないと思ってたんですよ最初。事務所も構えて、はい、そういう路線だったんですから。うん、じゃあちょっと話を戻しますけども、うん、山田さんはこの監督になりました、うん、どういう監督像、どういうチームに、何を気をつけて、どんなチームにしようと思ったんですか。あの名古屋っていうのは一種やっぱ独特でね、はい、地元意識がやっぱり強烈に強いっていう、はい、そういう土地柄なんですよね、はい、地元への、うん、そのなんていうのかな、はい、あの思い入れ、はい、これは他の土地に、はい、関西よりもすごいね、はい、もうやっぱり友達がいるので、うん、独特です ね、はい、それをやっぱり消化するのはかなり難しいね。なるほど。私は行っても監督引き受けたの3年目ぐらいですから、ね、はい、3年ぐらいじゃ分からない、ね、それは野球あれするよりきついですね。だからや、はい、まあ、監督というのはそういう立場かも分かりませんけども、はい、やっぱりやることが多すぎたなというふうに、はあ、まあ、思うね。はあ、うん、なるほど。このじゃあ谷繁君の FA とか、谷繁取ったのはね、谷繁取ったのは、はい、あの私はね、中村にはね、はい、あのもう中村も腰も悪かったし肘も悪かったしね、うん、もうキャッチャーとしてはもうとてもじゃないけどそんなフルに出ることは無理だっていう、うん、そういうもう評価してましたから、はいはいはい、たけしにはね、はい、たけしどうだと、はい、あの兼任で、うん、バッテリーコーチ兼任のね、うん、そういう立場でやってくれんかって言ったら、たけしがいやもう1年ぐらい勝負させてもらえないでしょうかって、うん、いやそれは今じゃちょっともう私の俺にはないなっていうことで、うん、じゃあトレードを出してくださいっていう話だったんですよ、うん、いやそこまでは。でまた地元で愛されてる男でしょ。そうですね、たけしは功労者ですから ね、それを出すっていうのもまた俺に降りかかる、これは大変だなと思う、はい、しかしたけしの気持ちも変わらんし、それで谷繁を取ることを決めたし、はい、あそういうのもあるんですね。あるんですよ、それがね。私はもうとにかく谷繁がああいう問題になって、はい、フリーエージェントするっていうことになって、はい、メジャー行くとあの巨人が取るだろうっていう時、うん、じゃあ今取れるなら会社にお願いしてこいつを取ってくれ、うん、この選手を取ってくれってお願いしたんですよ、うん、まあ、うまく取れたんですよ、はい、その谷繁君の魅力っていうのはどういうことだったんですか。ピッチャー山田さんから見てリーダーシップからね、うん、リーダーシップが、ね、なるほど。だからまあ人間的にはかなり難しい面もありますけども、うん、やっぱりあのキャッチャーとしての能力はこれやっぱすごいと思ってたから、はい、これはもう絶対チームのためになるっていう、うんうん、この井端荒木の二遊間福留君の外野コンバートっていうのはどうですか。この辺はこれはね、はい、一つはね、はい、私の持論でチームには絶対リーダーが必要だって、はい、でここのチームのリーダーって誰なんだろうと思ったんですよ、はいはい、ピッチャーではまあマサがあのね、うん、パンと構えてくれてるし、はい、まあ、ここはなんとかやっていけるだろう、はい、でやっぱりあの人気からその実績から見て、うん、やっぱり立浪だろうと、うん、ね、立浪を生かさないではないって。だけど立浪はもう故障持ちでもうまともに試合にもうフル出れないっていう状態で、うん、はい、セカンドじゃもう無理だと、はい、で千さんも前の監督にもセカンドダメでもレフトを守らしたりね、うん、してた時あったんですよ、はい、これじゃダメだなということで、立浪を生かすためにサードならセカンドほど負担かからないんじゃないかということで、うん、サードに持っていく、はい、でレオを守ってるゴメスをファーストに持っていく、はい、であとショートセカンドはどうしようか。ショートは福留いるけどあの福留の守備じゃ、はい、これはダメだなという不安があった時に、はい、あるコーチが、うん、二宮っていうコーチが来てね、はい、監督打ってきて、あの福留のコンバと外野ってことを考えることはないですかって来たんですよ、はい、外野二宮さんジャイアンツの、そう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 、はい、あの人の外野ですね、駒澤大学、はい、駒澤からね、外野でやれると思いますよ、はい、で、コースキーを呼んで外野どうだっつって、外野に挑戦してみるか、今のショートよりも、もう君のバッティングを生かすためにもね、うん、守備にあれほどやっぱり神経使うよりね、はい、外野でちょっと、まあ、楽とは言わないけどね、はい、守備にそんなに神経使わない外野の方がこっち生きるんじゃないのかなっつって、はい、いや私野球やってから外野って守ったことありませんし、はい、自信ありませんって言うから、はい、
いやコーチがついてるしコーチがね、はい、しっかりやるっていうから挑戦してみたらどうだって言ったあんまりいい返事はしなかったんだけども、はい、まあ決めたということでやったんですよ、うん、でショートが入ったと、はい、そしたら外野守ってた井端ってやると、はい、もともとショートだった、はい、あのアジアの後輩です、はいはい、だからこの困れ聞くしね、はい、なかなかしぶといもの持ってるし、はい、もういいじゃないか井端いるじゃないか、はい、それで足の速いちょっとちょこちょこしてる荒木がいるじゃないか、はい、でこの2人を二遊間に持ってこいっつって、うん、後にもう12球団一の二遊間になったわけですからね。あの時ちょうど私が監督やった時にちょうどあの全部変えやすい時だったんですよ。あそういう時期だったんでしょうね。あ全員守備陣が交代です。あの時でも山田さんはそういうコーチとの会話を大切にしながら選手に直接こう言ってっていうと気持ちいいですね。もうそうですね、はい、私の一つの失敗は、ね、山崎武史です。武史はね絶対大事な選手だと思ってたんですよ、はい、ところがね立浪のサードを持っていってレオゴメスをファーストに回ってた場合武史は勝てないんですよやっぱり、はいはいはい、レオにはね、はい、4番ですから武史、はい、に残ってくれって言われててその武史にね働く場所をあんまり与えることができなくて武史、はい、がもう気持ちが完全に腐ってしまって、はい、いや監督って大変ですね。あるんですよ。そういうのはしょうがないですだけどね。そこを割り切れるけど、だからさっき言った武志も両武志はね、はい、山崎武志、中村武志はね、両方とも名古屋でものすごく愛されている選手なんですよ。そうですね。大人気なんですよ。はい、しょうがないですね。だから風当たりはね、台風ぐらいだったんですよ。超大型台風。沖縄の。うんはいガンガン当たるっていうね。